こんばんは。さあさあ始まりましたよ。料理、あ、これ、え、安住の相撲のやつね。こんばんは、料理配信です。何を作るでしょうか。何を作るでしょうか。ちゃんこ、確かにちゃんこ鍋、そうだよ。この相撲 T シャツ汚したり怒られちゃう、あずみに。料理できますよ。皆さんギフトたくさんありがとう。そう、すっかりお姉さん、もうちょっと前の配信とはもう違う。それでは作っていきたいと思います。ていうかさ、その前になんか明日のさ配信のなんか時間何時ぐらいからせんとこういい感じなタイムテーブルならんかなって見よったら、明日5時50から配信せんといけん、せんといけんっていうか夜できないから、その分朝しなくちゃいけなくて、ちょっと皆さん朝からさ起こしちゃうかもしれないと思ったんですけど、私もね朝弱いので絶対5時50分なんかに起きて配信してたら皆さんおはようございますみたいになるんですよ。だから朝から踊りたいと思います。カッコ仮なんだけど、カッコ仮5時半から、あ、間違えた、5時50カッコ仮で5時50から配信するつもりで踊ります。朝からおうち公演、僕の太陽公演します。過去借り、ぜひ過去借りなんで。じゃ、それでは料理をしていきたいと思います。じゃ、材料まず教えるね。お茶碗、材料1、皆さんギフトありがとう、たくさんギフト1、ギフト10、材料1、吉住福アーチ10連ありがとう、費用ハートありがとう、まとめるぞ、ハートありがとう。材料2、お箸、ランクルナイサー言ってます。材料、材料3、映っちゃう、なんかいろいろ、スプーン。材料4、お皿、あ、コロちゃん、コロちゃん。材料5、卵。しかも見てこれ、あ、後で言おう。材料6、かき醤油。材料7、汁ご飯。以上です。以上になります。これ、そう、これちょっとね、ふくん卵って言って、ちょっと嬉しい、ふくん卵、ラッキー卵と呼ぶ人もいますって書いてあるの。いや、ラッキー卵だから、しかも世界の里山、ミレノキファーム、見える、ミレノキ、ミレノキから取った卵、ミレノキから取ってはないか、ミレノキ関係の卵です。ごくない？なのでこれにしました。あ、まず僕はうち10連ありがとう。そう、初めて見たよね、クルクルも。で、早速さ作っていきます。まずご飯、はい、見えない、映ってないね。ご飯どれぐらい食べようかな。でもで、可愛くない、しゃもじ、
ウサギ歌ありがとう。ご飯、まあ、そうだな、あ、ちょっと待ってよ、ちょっとついてるついてる、ご飯少々チンします。ご飯レンチンから始まるの怪しい。ご飯レンチンします。大丈夫、私立ったらさ、うわ、お、倒れる。料理です。じゃあ卵まず、ちょっと尽くしたいの。あ、レイマスター10連ありがとう。朝ハートありがとう。カイさんピーナッツありがとう。ピーナッツ材料するのいいですね。あ、終わりました。そう、とらわれない、常識にとらわれない、これは料理だ。あ、湯気が上がってる。美味しそうなご飯ができました。作っちゃいました。早速もうご飯を、早速作っちゃったよご飯。それでは卵割りたいと思います。結構でかくない？でかい気がする。ニレノキファームいきます。ちょっとさ、顔これ変わった方がいい？いきます。手慣れてますね、やっぱ手慣れてますね。ちょっと歩かなきました。これだけで優しい。でもそんななんかこの部分よで見える？めっちゃ綺麗なさ、卵じゃない？オレンジでそのまま飲みます。嘘です。え、これみんなさ、どっち派？混ぜてご飯にかける派かとか言ったらもう商品作るものバレるか、かけて混ぜる派か、くるくるはご飯にかけてちゃいます。これ料理ですよ、これ重要ポイント。あ、福内ジュラありがとう。これ重要ポイント、いいですか？重要ポイントですよ。そしたらここに入れた必要ないやん、大切ですね。そしたら混ぜます。よ、結構黄身がしっかり入ってますね今回の卵は。あと白身の部分多めかな。ちょっと待ってよ、手際いい感じですね今んとこ。はい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 、はい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 、いい感じ。え、めっちゃ黄色、いつもより黄色いですね。
いつもの公園のという感じです。それでは最終のあれに入っていきます。最終調整いいですか。最終調整に入っていきます。醤油、これはご飯、違う、スプーン、手際いいでしょ。そう、もう最終のこうやっていきます。私のいつものルーティーンね、これ。ここにスプーンに入れたらこうやってやる。卵かけご飯、ほら手際よい。10分もかからない。カチ、ありがとう。すごくない？この手際の良さ、なかなか真似できない。じゃーん、タイム。え、ちょっとさ、いただきます。視聴、実は私もお夜ご飯食べたんですよ。だからこれはあれですね、追加でいただきます。うん、美味しいです。安定にね。え、この卵美味しい。やばい、美味しい。うん、うんふん、うんふん、美味しい。ちょっと待って、待ってよ。普通したら30分かかる。そうなんです、そこなんです。あ、うまっ、うまじゅれ食べた、みんなも。うまじゅうれありがとう。皆さんハートもありがとう。ふんふん、ここの卵おいしいよね。じゃあちょっと15分余ったので、予定になかったんだけどさ、予定なかったんだけど卵焼き作ってみようかな。やばいかな。どうしよう、失敗したら、ミスったら終わり。でもね、価格をね、あ、汚い汚い。できるかな、許可いるかな、親の。いいね。でもギフトありがとう、いいね。ダメ、汚い。一回変な顔してた。音だけ、あ、音だけならうんって言ってる。音だけむずいよね。これでもいい？画角15分じゃろ。いい、
パジャマ見える。待ってよ。いけるかな。やめた方がいいかな。卵焼き作り。行こう。行こう行こう。やっぱね、こういうとこも見せていかないと1位にはなれない。というか心配になるっていう。真剣モード無言になっちゃう。菜箸少ないかな。一個マツならやってみせる。味付けは砂糖かな。あ、ファイトファイトファイト、ありがとう。一個でまあまあまあ。砂糖を入れます。これもね、もう目分量目分量一緒。少ないかな。料理人なんか、そうだよ、目が泳いでる。はいはい。作り方も覚えてないんだよね。いい感じ。ふわーってきた。この後怒られるかもしれんよ。おい、うん、音だけね、音だけ。来ました来ました。いい感じだよ。いい感じいい感じ。
待って、ちょっとやばいよ。甘い派、甘い派。ラスいっちゃう。やっぱ卵一個、卵一個に限界、限界を感じるよ。全然待って、許容範囲かも。ごめん、ほぼ体だけしか映ってない。いきます。いい出来なんちゃう？これどう？卵焼きいただきます。お、出てきてた？でしょ？そう、ほら、あ、甘い。うん、ちゃんと巻かれてるよ。才能見せちゃった私。ふん、5分で。ナイスな出来栄えなんじゃないでしょうか、これは。ちょっと一口、1位になったら解禁させてるよ。え、見直したんじゃない、これ。みんなクルクのこと。24分、すごい見直したでしょ。見直したじゃろ、さすがに。しかもその急遽、これ予定なかった、これ予定なかった、予定ない。だからちょっと分かるかもしれない、予定ない卵焼きを急遽5分で作って、これやばい。で、卵焼き、間違えた、卵かけご飯も TKG も本家のできました、うまく。うん。うん、普段からやってますか？あるでしょ？手際初めてではなかった。やっぱそうなんです、ゴイゴイ数なんですよ。いや、ギフトたくさんありがとう皆さん。ゴイゴイ数ってことなんですよ。え、あと待って、最後このイベント期間中にまたどっかでこれを作りたいと思ってるので、これはもうなんか材料も入っててちゃんとやり方も書いてあるから、これを作って先輩へのプレゼントを作りたいと思ってるので、楽しみにしていてください。期間中のね、どっか。でもお昼無理だから朝とかになっちゃう。あ、朝いいやん。明日の朝はまあ踊るか。
それでは26分だから少しタイムそろそろ。ちょもちゃん危ないよ、ここ来たら危ないでしょ。それゆうかの卵焼きだよ、こうちゃんダメだよ。スクッシュタイム。カメラ目線。サイマシン。卵焼きとちょっと見た目がもう青さんハートタワー、マジ待って、気づいてなかった、一回スクショしとこう。青さんハートタワーありがとう、ありがとうございます、嬉しい、このくるくる料理中にありがとう。青さん世界で一番卵焼きに本当似合ってる、ありがとう、嬉しいです。皆さんくるくる料理配信どうでしたか。一応明日のタイムテーブルといたしましては5時50 7時7時半7時31え次の枠さ1分から始めた方が通知が行くってことよね、通知行った方がいいよね、カレーがすごかったでしょ、よかった、ありがとう、卵の可能性知りました、そうなんですよ、この感じがすごい見直した、ありがとう、絶賛の嵐ですね、これはニュースになりますね、絶賛くるくる料理絶賛ということで、それでは次の枠は21時1分あ、想像以上、よかった。それではまだもうちょっと時間あるね、でもこんなシーンもあれだよね、その作ってる瞬間のシーンを写真集にするのもありなんじゃないかなと思っています、のでぜひ楽しみましょう。あ、お父さん帰ってきた、やばいやばいやばい、壇上13位、そっちゃんさんありがとう、12位竹本さんありがとう、11位 RS さんありがとう、10位とんちゃんさんありがとう、9位瀬戸次郎さんありがとう、8位カムカムさんありがとう、7位松さんありがとう、6位吉富さんありがとう、5位押し寿司さんありがとう、4位くるりんぱさんありがとう、3位キュエルさんありがとう、2位ゆうゆうさんありがとう、そして1位はドゥルルルルパーン、あおさんありがとう、あおさんありがとう、皆さんたくさんギフトもありがとうございました。さっきの枠で壇上読み切れてなかった、あ、さっきのさっきか、エースのワンペアさん1位多分切れてたって聞いた、ありがとうございました、1位エースのワンペアさん、それではまた後で会いしましょう、会いましょう、待ってます次の枠。